ガブリエル・ス・ランズベルギスは、リトアニアの政治家。欧州議会議員。1982年1月7日、ビリニュースに生まれる。祖父は、サーユーディスの指導者としてリトアニア独立革命を、主導した、音楽学者、ビータウタス・ランズベルギス。父は演出家で著作家のビータウタス・ブイ・ランズベルギス。2003年、ビリニュース大学歴史学部を卒業し、学士号を取得。 2005年ビリニュース大学国際関係、政治科学研究所の修士課程を修了し、修士号を取得した。リトアニア外務省や大統領府で勤務した後、2007年よりザイベルギーリトアニア大使館にて勤務。2011年1月にリトアニアに帰国した後は内閣府外交欧州部でアドバイザーを務めた。政党は祖国同盟に所属。 2014年欧州議会議員選挙に祖国同盟から立候補し当選欧州議会議員に選出された欧州議会では欧州人民党に所属する2015年4月25日祖国同盟の党首に選出された2020年外相に就任母語のリトアニア語のほか英語フランス語ロシア語を話す既婚で妻は株式会社 バイキーステス・ソダス設立者のアウステア・ランズベルギエネ。四児の父で、二人の息子と二人の娘がいる。ありがとうございます。